はいどうも、ピクツイオスです。今日のトミカはですね、日本赤十字社のいすゞスーパーハイデッカーをベースにした献血バスですね。今回のミニカーは瀬戸さんにお借りしました。いつもだったらね、1台1台紹介するんですけども、今回はちょっと2台紹介しますね。今回紹介するのはですね、日本赤十字社特注のトミカでして、現在でもね、献血するともらえたり、キャンペーンでもらえたりするんですけども、こちらはですね、今配布されている血液輸送車やね、メルハなどの先祖とも言えるモデルでして、こちらもね、献血するともらえたようです。ただちょっと配布時期とかはね、その辺はちょっとよくわからないんでね、もしわかる方いたら教えていただきたいと思います。過去にはね、いすゞ献血車としてね、通常品で販売されたり、復刻で販売されたりもしましたけどもね、こちらはいすゞスーパーハイデッカー、スーパークルーザーをベースにした献血バスですね。さすがにこれは実在しないとは思うんですけどもね、このトミカは日本政時代のもので、配布時期は1990年代だそうです。90年代のどの時期かはちょっとよくわかんないんですけどもね。日本赤十字社の地域ごとに表記のバリエーションが発生しておりまして、湘南や群馬の他に長野や新潟などがありました。僕も詳しいことはよくわかんないんですけども、このスーパーハイデッカーの献血バスのバリエーションが一番多いみたいですね。昔もいすゞボンネットバスをベースにした大宮献血センターでしたっけ？あの特集とかが出ましたよね。ではちょっと左のこちらから見ていきたいと思います。まずフロントですね。いすゞという表記。これ刻印でちゃんと残ってますね。サイドはこんな風になってますね。愛の献血者、大利根1号。群馬赤十字血液センターとありますね。このようにですね、緑のラインと赤十字の表記がありますね。で、リアこんな風になってますね。テールランプが塗装されていて、こちらにもね、赤十字と緑のラインが再現されてますね。で、サイドはこのようになってますね。愛の献血者、大利根1号。こちらにも表記がありますね。屋根はこのようになってますね。ちょっと担保印刷なんですかね。これずれてる気がしますけども。こちらにも赤十字の表記がありますね。実際の車両、ここに赤十字あるかちょっとわかんないんですけどもね。で、車種はこのようになってます。メイドインジャパンの表記ありますね。こちらが群馬バージョンとのことですね。続いてこちらですね。こちらは湘南赤十字血液センターと入ってますね。フロントは同じですね。特にさっきの車両と違いはないですよね。同じですね。で、サイドはこのようになってますね。愛の献血者、湘南赤十字血液センター。表記自体は先ほどのものと同じですね。ただ、大利根1号とかそういう、なんとか1号みたいな表記がありませんね、こちらには。大体こういう献血バスっていうのは、なんとか1号とかなんとか2号とかね、名前が入ってるんですよね。これは各献血センターによって違うんですかね。僕もちょっとね、全部見たわけじゃないんでね、どんな名前があるかわかんないですけどもね。で、リアはこんな感じになってますね。こちらはあれですね、塗装されてませんね。先ほどの車両はこのようにね、赤十字、それから緑のラインがあったんですけども、こちらはないですね、それが。で、サイドはこのようになってますね。愛の献血者表記がちゃんとついてますね。で、屋根このようになってますね。こちらはあれですね。赤十字の赤い部分だけですね。先ほどのはこのように白地のものがあったんですけども、こっちはその白地の部分がありませんね。こういったバリエーションがあるみたいですね。で、シャーシはこのようになってますね。こちらもメイドインジャパンです。先ほど言った通りね、おそらく実在しない仕様ですね。大体こういう献血バスというのは、中型自家用バスぐらいのものをベースにしてるんですよね。で、大型になるとトラックベースになるんですよね。現在ですと、いすゞギガとか、そのあたりですね。昔はスーパーアンビュランスみたいにちょっと拡張するやつが献血バスとして使われてたみたいですね。これはシャーシが日野みたいですね。成分献血か何かの献血バスだったと思うんですけどもね。ちょっとごめんなさいね。献血したことないんでね、詳しいことがわかんないんですよね。この献血バスというのはですね、日本全国で献血を求めてまして、献血するとね、バスの中でお菓子とかももらえるらしいんでね。元気な方はぜひね、献血してください。そうするとですね、CX5 とかね、エクストレイルの血液輸送車のトミカがもらえるみたいです。これもらえるのはどこでもらえるかちょっと詳しいことはわかんないんですけどもね、気になる方はね、担当者に聞いてみてください。実際の献血バスというのはこんな感じですね。大体が日野メルファですとか、そのあたりがベースですね。トミカとは全く関係ないですけどもね、最近日本赤十字社ね、宇崎ちゃんとかね、山のすすめとかね、ゆるキャンもコラボしたかな？なんか結構ね、いろんなアニメともコラボしてるんでね、ぜひぜひね、献血してくださいな。というわけで今回はね、今日のトミカ、およびね、ミニカー借りてみたのね、2本同時動画というかね、なんて言ったらいいんでしょうね。借りてみたので、今日のトミカもやってみるというね、そういう感じになっております。次があるかはわかりません。そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。